こんにちは宮沢由依です今日はですね正直者がバカを見る学級3戦、こんなテーマでやっていきたいと思います一番やっちゃダメなやつです一番学級系で単にやっちゃいけないやつですね学級荒れますし 崩壊していきますし、持っていったらもう嫌われます。あの子供たちからねところが分かっちゃいるけどやっちゃうんですね。僕自身も何回もやっちゃいましたけれどもね。今日はその分かっちゃいるけれどもやっちゃうっていうのを防ぐためにですね、具体的な正直者がバカを見る学級系の具体具体的三つ紹介していきたいと思います。この動画最後までご視聴いただければ学級が安定していくようなね、こんな正直者がバカを見るようなね状況っていうものを回避していく具体的な手立てが手る手に入ると思いますんで、よければ最後。 までご視聴くださいよろしくお願いしますさあ早速やっていきましょう一つ目じゃん。正直者がバカを見る学級その1授業開始後子どもたちがまるまるされるこれ何かわかりますか皆さんこれはですね待たされる多くの子どもたちは基本的に授業の準備をして待っています今か今かと学習しようと思,思って待ってます ところが場合によってはですね担任が子どもたちを注意したり叱ったりしてですね、えー、準備をしてない子どもたちを注意したり叱ったりするわけですよ結果何が起きるかというとちゃんと準備している子どもたちの学習時間がこう削られていくんですね1回2回だったらいいですよでもこれが1日2日3日1週間1ヶ月2ヶ月って続いていくとですねまたかよまた授業はできないの。 勘弁してよ最初はその子供が子供に対して怒りを向けるんですねあいつほんとムカつくわって思うんですけども次第にその怒りの先っていうのは担任の方にずれていくんですねまた先生が授業を潰しててるっていうよりね。 こっちからしたら勘弁してくれ俺何にも悪いことしないんですけどっていうふうに思うんだけれども子供からしたらまあそういうふうに不満が蓄積されていくっていうことですね。じゃあどうすんのか2個紹介したいです。1つ目、忘れ物への注意ね。一番やっちゃいがち。忘れ物への注意、叱責。これは必要なことであるんだけれどもそれよりも学習、指導を大事にしてあげましょう。忘れ物をなくきちんと準備をしている子供たち。 ちゃんと準備もせずにあの学校に来ている子どもたちこれ両方の課題がある子どもたち両方の教育的ニーズがある子どもたちではあるんだけれども一番大事にしなきゃいけない基準に考えなきゃいけないのはちゃんと準備して待ってて今か今かと学習を始めようとしている子どもたちこそ一番大事にしてあげ,ようって,あげてほしい。 忘れ物してる子供たちを無視するとかそういうことじゃないんだけれども <coughs> 忘れ物してるんだったらもうすぐパッとレンタルして、ね、貸してあげちゃうとかケアするっていう形でさっと,、ね、と授業が入っていった方がいいと思いますね2つ目は、ね、トラブル解決が常に最優先というわけではない子供たち喧嘩するじゃないですか授業始めようと思ったら休み時間中に子供たちが喧嘩してな涙を流して泣きじゃくってるの子供たちがいる担任からしたらどうしたんだ大丈夫かすぐ解決しなきゃいけない 解決しななきゃいけないけってこの何々しなきゃいけないマインドになっちゃうんだけれどもこれそうじゃないです。生徒指導案件イコール即解決ってまあこれ基本原則ですけれども場合によってはそうじゃない場合もあります。授業をしてその後にゆっくりじっくりお話を聞いてもいいかなっていうのが子供も担任も周りたちもみんながこうそれ納得できるんだったらじゃあ一旦授業を始めようかって言って授業を走らせて練習問題やらせちゃった裏で聞くとか。授業の冒頭で話聞き始めたら 授業が始まることもできないし子どもたち放置の周りの子どもたち放置することになっちゃうんでこれ気をつけてほしいなっていうふうに思います生徒指導案件あったとしても即トラブル解決がもう常に、えー、最優先というわけではないここは柔軟なね学級系をしていきましょうということでございます今のが1つ目でした。 つ目正直者がバカを言う学級経ので2つ目はですねこちらです。悪いいいことしていないのにに一斉ままるるるられわかりますかこれ僕がよくやってたやつです。これ。悪いことしてないのに一斉に叱られるっていうことですね。担任からしたらですねイライラしてくるとあの子供一1人じゃなくてもう学級全体にこう叱りたくなっちゃう時があるんですね。例えば給食で食感が放置されていたとかね。 放置されれていいいる給食当番の子供を指導すすばいいんですよでもこっちイライラしてくるとですね放置している子どもはもちろんなんだけどなんでその放置していることに学級全体気づかないんじゃお前ら学級ちゃうんかいお前ら仲間ちゃうんかいお前らチームちゃうんかいみんな仲良し3年3組とか学級目標を作ってもちゃうんかい仲良しだったらお互いにサポートし合うんかいみたいな感じで。<coughs> 学級全体のことをバーンと叱ったりすするんですよねやっぱりそうすると子どもたちは不平不満たまっていきますよ。俺給食当板じゃないんですけどお。俺食感置き忘れたわけじゃないですけど。てか俺休み時間昼サッカーやっててそのこと知らなかったんですけど。なんで僕が叱られなきゃいけない。なんで私が叱られなきゃいけないっていうふうにやっぱり思っちゃう子どもたち多いですね。思わせる子どもたち多かったですよ。言っちゃったんだよね,ね。結局どううするかっていうとこれは 不適切な言動はは基基本本本。的ににその本人に指導をしていいく。こここれれがが大原則っていうことうですね。もちろん学級全体のレベルがこう高まっていけばですねお互いのサポートの試合っていうものも求めたくなるしそれ自体は悪いことではないんだけれども基本の基本は大原則の大原則は不適切な言動があったらその子ども本人を呼び出してこれは違うよねきちんとやっていこうかっていう話を やっぱりするのがいいんじゃないのかなって常に常に学級全体に対して注意とか叱っていると指揮がこう落ちていきますねこれ気をつけていきましょうやっちゃってましたよが何回もね最後3つ目でございます楽しみな授業を急にまるまるされるあこれはですね延期です楽しみな授業を急に延期される先生が延期し始めるもうやめましょうこんなあの喧嘩してたらもう退部できませんとかねこの水着忘れが7人もいたらですねもう水泳の学習になりませんから もう水泳部はやりませんみたいな感じで子供たちがあのやろうと思ってた授業を急にこう中止延期しちゃうみたいなねことがあったりしますけれどもこれもねよろしくないと思いますね一部の子どもの言動によって学級全体の舵取りを変えるっていうことはやめていきましょう基準は繰り返しますけれどもやっぱり基本的にちゃんと準備をしている。 学学習習の準準備をを整えてて今まさにししようとしている子どもたちここが基準なんだとというこここでです、ね、これすすねれごく大事なことですだから極論ですけれども学年で水泳やるとして100人いるとするじゃないですか100人中99人が水に忘れたとするじゃないですかどうしますみ皆さん水泳の授業します僕だったらしますね99人見学させて1人きちんと準備を整えてきた子どもの水泳の学習を僕だったらしますねこれはね かなり極論ですよ、極論ですけれどもそれぐらいの気持ちで基準はあのちゃんとあの正直者なんだ今日のテーマで言うとねきちんと準備整えて学習に向かおうとしてるここが基準であってこ,ここを スタンダードととししててて考えて指導をいいくんだっていうことです、ね、まあ99人水着忘れられたらたまったもんじゃないですけども、まあ、今のは極論ですけれどもまあそんな感じでございます。結局最終的に正直者がバカを見るような楽器を作っていくとどういうふうになっていくかっていうとちょっとチャートっぽく書きましたけれども当然正直者の不満がままっていきますよねなんで授業準備してんのに授業できないんだよ。 なんで俺何もしてないのに一緒に怒られるんだよ連帯責任みたいな感じ結局担任の求心力っていうものが低下していきますで指導の効果が下がっていきますよねで子どもたちがお家に帰って言うわけです「ちょっと明日学校行きたくないかもしれない」「あらどうしたのあなた珍しいじゃない」お母さん言うわけですよ先生に怒られた何、うん、で先生怒ったの何か悪いことしたんでしょうあなた給食の 「お汁の食感を片付けてない」って言って怒られたって「あんた食感ちゃんと片付けなさいよ」ってお母さんが言うわけですよ。僕当番じゃない私当番じゃないでも私怒られた楽器みんな怒られた。えそれってちょっと変じゃない何でみんな怒るの先生が「クラスは仲間だからチームだからみんなが悪い」って言って怒られたそれちょっと違うと思うよ」みたいなね。やっっっぱここちちの思いとかこうちょっとかうょ 突っぱしちゃった気持ちとかっていうのがやっぱ屈折してね伝わっていっちゃうっていうことがあるわけですよね。最終的には保護者からクレームなんか来たりして、担任自身も傷ついちゃって、苦しくなっちゃって、子供も傷ついちゃって、保護者も傷ついちゃって、みんながね悲しくなっていってしまうっていうことありますね。<laughs> 繰り返しますが、経験談でございます。気をつけてほしいなっていうふうに思います。まとめていきましょう。もう本当に何回も何回も繰り返しますけれども、基準はちゃんと、まあ、正直者。 なんていう今日表現してますけれども準備して学習に向かおうとしているような子どもたちここを基準にして授業を帝国に開始しそして帝国に終了し、えー、淡々とね学習をしていくっていうところを大事にしていきましょうただしじゃあ,あの授業に向かえてない子どもを切り捨てて無視していくかっていうとそうではないきちんと個別支援はしていくんだけれどもそこが軸じゃないそこが基準じゃないそこを に焦点を当てすぎると学級全体の資金が落ちていくんでここは気をつけていきましょうねっていうことでございましたいかがだったでしょうか今日は正直者が爆破を見る学級参戦こんなテーマでねお話をさせていただきましたけれどもこれねあのこの言葉だけ見ればわかるわかるというふうに思うんだけれども具体的にこういイメージがね湧きづらいかなっていうふうに思って僕自身が 現役教師やっていただくときに何回もこう失敗しちゃった今日は恥ずかしい例をね紹介してみましたけれども、ぜひあのえまああの反面教師だと思ってですねご自身の学級系の,あの参考にしていただければなというふうに思っております。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたらよければいいねとかコメントしていただけるととっても嬉しいし、皆さんの大切な先生にこの動画、シェアしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。 このように学級経営に関する動画1日1本配信しておりますのでお見逃しのないように是非チャンネル登録もポチッとしていただけると嬉しいですよろしくお願いします最後一つお知らせさせてください <coughs> じゃあ研究所メンバーシップというものを行っておりますちょっと前の動画になるんですけれども子どもとのラポール崩壊10選子どもとの信頼関係が崩れていってしまうそのまあ こちらの悪しき言動アプローチっていうものがあるんですね。今日はまあ正直者がバカを見るっていうような学級系のスタイルを紹介しましたけれども、他にもたくさんあったりします。あの子供たちとよく信頼関係作りましょうなんて言われますけれども、それって難しいんですよ。信頼関係って無理に作らなくていいと思います。僕はそうじゃなくて、信頼関係を壊すことを避ければ、もう自然と勝手に関係ってあの良くなっていくんだよ。あの一緒に あの過ごす時間が増えれば増えるほど勝手に関係は深まっていくじゃないですかやっちゃいけないのが関係を高めるんじゃなくて関係を壊すことを叫んなきゃいけないわけなんですよそのためのこう10個紹介させていただいておりますので今年度の学級権もしくはもう2024年度のね来年こそは子どもとの関係日々入れねえぞとか関係壊さねえぞとか。 そういうふうにこうあの来年こそはっていうふうに思ってる方もですね、良ければ覗いてみていただけたら嬉しいです。研究所メンバーシップゴールド会にご登録いただければ、今すぐにこの動画ご視聴いただきます。ちょっと金髪ですけれども、雰囲気が違いますけれども、内容はちゃんとしたこと喋っているのでご安心ください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級系心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。